カルロス・ペレスリアルは、スペイン・ガリシア州、ポンテベドラ県カンガス出身のカヌースプリント選手、ペルーチョの愛称を持つ。2008年の北京オリンピックでは、サウル・クラビオットと共に、K、K-2500 メートルに出場して、金メダルを獲得した。カヌースプリント世界選手権では8個のメダルを獲得している。2003年に、 アメリカ合衆国のゲインズビルで開催された世界選手権では K1500m で銀メダルを獲得した。2005年にクロアチアのザグレブで開催された世界選手権では K1200m で金メダルを獲得した。2006年にハンガリーのセゲドで開催された世界選手権では K1200m で銀メダルを獲得した。2009年に カナダのダートマスで開催された世界選手権では K1 4 200m で金メダルをクラビオットと共に出場した K-2200m で銀メダルを獲得した。2010年にポーランドのポズナンで開催された世界選手権では K1 4 200m で金メダルをクラビオットと共に出場した K-2200m で銀メダルを獲得した。2011年に ハンガリーのセゲドで開催された世界選手権では K14200 メートルで金メダルを獲得した。カヌースプリント地中海競技大会では2個のメダルを獲得している。2005年にスペインのアルメリアで開催された地中海競技大会では K1500 メートルで銀メダルを獲得した。2013年にトルコのメルスインで開催された地中海競技大会では クラビオットと共に出場した K-200 メートルで金メダルを獲得した。ありがとうございます。